わらびを、わらびを、わらびが生きるでね、わらびを、まあ、お、山田が名前だなと。ひな人形の山田。いやー、いいですね。もう全山田はもうひな人形買うときは来ないといけませんね。うん。おがつ人形とひな人形とやってましたね。あれでも、そういえば、たまーに、5月人形が子供の日の、あの、男の子のやつじゃないか。で、ひな人形は、のことを、あれ、3月人形っていう、こともありますよね。あれなんでしょう。たまーに見かけるんですよ。3月人形っていう言葉は。何かなと思った。あ、そこそこ。5月人形がね、あの、男の子の、その、カブトだったりとか、そういうので。で、3月は、桃の節句だから女の子のやつで3月人形、あの、ひな祭り、ひな人形のことを3月人形っていう、あ、地域なのかなぁ。いや、なんかね、たまーに磨けるんですよ、3月人形っていうことはね。いや、こっちの方では3月人形一般的に使いますよっていう地域とかあったらね、ぜひコメント欄でね、教えてほしいですね。スカバラタノン。もう飲んだくらいです。お、すごい。あ、立てながら、信号が。君が用橋、すごいね。潮に焼きようように続いていくんでしょうね。あ、シャンプーの代わりがいいの。ここのシャンプーの香りいいな。157号線と158号線、50点なんですね。あ、ここまでインターあったんだね。全部無料のもの取っててよかったね。よし。すごい。よし。よし。信号が縦ですけどね。まあ、そう、こっちはね、豪雪地帯ですからね。信号縦になりますよね。いやあ、今の頃なんや。うん。どれだろうな。綺麗な建物やけど。あ、運送会社さん、光運輸さん。へえ。シント何八夜か。いろいろあるね。すごい、なんか、普段、交差点ね。エキサイト広場、なんと。あ、マックが出てきたってことは、これもうそろそろ大野の市街地、近いね。ローソンも出てきたね。よし。いい、あ、倍のところら辺だね、これ。ベイジョン。ここは横なんだ。あの、新しいあれは、LED のやつは横なんだ。あ、そうか、厚みがないから積もっても、積もることがないかなっていうことなのかな。え、いや、縦型信号で LED が置き換わったらなくなってくのかな。しの、あ、これ、くだか。しのくら、東。めん。まあ、確かに、こっちの方でも高倉とかってありますもんね。あの、ザっていう字でね。中央分離帯が、あれですよね。あの、特に突起物が置いてないのも、あの、こっちの方らしいですよね。行き過ぎとったーん。めっちゃ引きすぎとった。失敗した。あかね町。Thank you.
パンと酒。すごい組み合わせやな。さーてと、もう市街地に近いはずなんだけどな。市街地感が薄いな。とりあえず駅前の方に行きたいけど、これは市役所。あ、違う。大野優秀会館。あ、で、ここが市役所なんだ。はいはいはい。で、市役所から、この辺りが城下町で、観光駐車場も兼ねてるみたいですね。この辺歴史が関わってもあるし。なるほど、なるほど。お、ちょっと市街地っぽくなってきた。よし。多分あそこから、こう、駅に向かってが、まあ、いわゆる旧市街地になってくるんでしょうね。3番6軒。ああ、5番の名駅場なんだ。大野町って。この番とか6軒とかね、つけるのは。基本的に、町が5番の名城に作られてるところに、よく見る傾向ですけど、うん、元町ってなってますもん。ああ、結構、趣ある。へえ。K60。薬局か。へえ。後からこういう感じで作ってる感じかな。横の方の、左側の方の建物はなんかちょっと昔からこうですよって感じがありますけどね。で、こっちは、あれですけど、あれでも古そうだな。結構、年季入ってるね。じゃあ結構歴史ある建物になるかもしれない。あっちか。駅前どこ？駅前の案内なんもねえんだけど。え？駅どこ？あ、新鮮感ある。サバの丸焼きでも買っとこうかな。売ってたらね。売り切れてる。でもこの時間だとちょっともう売り切れてるかもしんないけどね。よーし。で、ちょっと駅のありかを探そう。全然、駅こっちって言わないの何も出ねえんだよ。駅の需要がないのか。おぉ。ハニーか。ほぉ、そっか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 、福井だもんな。ハニーは久しぶりだな。越前町か。越前市じゃなくて越前町だったっけな。竹部の方だったっけな。小田町とかあっちの方になんかハニーがあって、そこで入ったことがありますね。よーし、久しぶりのハニー。で、ハニーするぞー。よくわからん。サーバーあったら買っとこよ。